この度は栄誉ある農林水産省消費安全局長賞を賜りますことに心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。当協議会は発足から56年目を迎えました。大勢の先輩ヘルスメイトが食を通した地域の健康づくりの担い手として健康寿命の延伸を目指し、子どもから高齢者まで各年代に合った食育活動を推進してきました。山梨県は27市町村すべてにヘルスメイトがおり、協議会が組織され現在2968名の会員がそれぞれの地域で活動を続けております。ウィズコロナの時代の健康づくり活動もどうしたら活動できるのか、どんな方法でできるのかを模索しながらスタートし、会員の知恵と工夫で立ち止まることなく活動が実施されました。県施策の県民減塩運動に協力しスタートした減塩推進活動は私たちの代表的な活動となっています。ほぼ毎日作られる味噌汁の塩分濃度を測定することは一番身近であり、その場で数値として現れるため対象者に分かりやすく、塩分濃度に応じた薄味や減塩を意識した料理やその方法、工夫などをアドバイスしています。例年1万件以上の家庭訪問を実施し、その塩分濃度結果を市町村別に色分けした味噌汁の塩分濃度マップを数年おきに作成し、結果を視覚化することで県民全体の減塩意識を高めるきっかけ作りとなる役割を果たしてきています。食に関する啓発活動を実践している私たちは、食べ物を大切に無駄なく処理する方法を伝えることも大切な役割と考え、食品ロスについて学び、会員67名が消費者庁の食品ロス削減推進サポーターとなり、地域で活動を進めています。今年度はスキルアップ研修会を開催し、さらなる普及啓発に向けて動き出しました。また今話題のフレイル予防のために全27市町村でシニアカフェを開催しています。地域の高齢者を集めて開催することで低栄養予防の食事や運動、脳トレをするなど人との交流をすることで孤立を防ぎ、フレイル予防につながっています。これからも私たちの健康は私たちの手で、伸ばそう健康寿命、つなごう強度の食をスローガンに掲げ、まずは自分の健康、家族の健康、そしてお隣さん、お向かいさん、地域の皆さんの健康の輪を広げていきたいと思います。すっかり定着したピンクの T シャツは私たちに自信と誇りを与えてくれます。これからも今回の受賞を励みに、ボランティア精神で地域の皆様と共に楽しく活動を続けていきたいと思います。ありがとうございました。